はい、結局ね、たこ焼きを買いました。トップ商店街は何も売ってなかったんで、だからまあ買うようなものもなかったんでね。はい、今電車来ました。そこにね、この間紹介したオークスの木がありますね。もうだいぶね、日がね短くなってきてます。もう今5時ちょっと回っただけのところなんですけど、もうだいぶ日が暮れ始めてますね。茅島駅の方もこんな感じです。でサイコロラリー以来ですけど、サイコロラリーの時に行ったパン屋さんはね、ちなみに閉まってました。今日は休みだそうです。帰りしなにね、もう一つね、茅島の商店街の駅前にあってね、そこでね、なんか和菓子屋さんとたこ焼き屋さんと立ち飲み屋さんと、まあ、何軒か店があって、たこ焼きいいなと買いました。なんかね、いろんなソースの味があって、結局買ったのがね、薩摩醤油味ってやつなんですけど、食べてみたいと思います。美味しい。ただ仕事帰りにこういうの食べるのいいですね。なんかこれ飲み物ね、レモンスカッシュです。いい加減に千林に行きます。まあね、あともう一本先の電車に乗ってね行きますんで、ちょっとのほほんとしてから行きたいと思います。茅島はね、ちなみにこのクズの木の下ね、ちゃんと神社があるんですよ。茅島神社っていう、じゃあそこもお参りしてきました。インスタグラムの方にまだ写真あげると思いますので、それを見てやってください。インスタの方もフォローお願いします。いいねも押してください。それでは皆様、後ほど。